気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、大道塾の創始者、東隆さん、その東隆さんを忍んでというテーマでご案内をしていきたいと思います。このチャンネルもですね、元気のない方が少しでも元気になれるようにアスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、東隆さんについてですね、ちょっと紹介をしてみたいと思います。東隆さんはですね、大道塾の創始者、元極真の選手ですよね。そして、組技とかですね、締め技も必要だということでですね、大道塾というのを起こされました。その方がね、つい先日、お亡くなりになりましてね、私もちょっとびっくりしたんですよね。まだお若いのにと思って、すごく残念ではあるんですが、その東隆さんについて紹介をしていきたいと思います。まずその東隆さん、非常に私にとってもですね、近い存在であってですね、なんと私の師匠であります最高師範、斉藤守弘先生とですね、実は面識があるんですよ。東隆さんが、斉藤先生に、近づいてといったら語弊があるかな、お会いになってね、名刺交換をしたということなんです。斉藤先生の、ね、がセンターに行かれて講習会を開いた時かな、お会いして、ぜひちょっと、技術の、交流をという話をされたそうなんですよ。でその時に、その後に来られたのが西義則さんが岩間の道場にいらっしゃいました。そして稽古をしました。で、合気道の、修練をしたという事実も実際ありますので、このお二方のね、実は出会いがあったということで、私にとってもですね、すごく身近な存在だったんです。その東さんが、高橋さんが お亡くなりになったということでね、ちょっと今日は動画を上げようと思いましてね、今この場に座ってます。そういった経緯があるんですよ。で、このように東隆さんはですね、やはり空手だけではなくてね、そこに組技、締め技、顔面への攻撃ね、こういったものの必要性も感じてですね、大道塾というのをお作りになられました。で、実際ね、これがね、なんとなく分かる、部位があったんでご紹介したいと思います。これもリンク貼っておきます。実は第2回極真のですね、世界大会があって、その時にですね、チャックリズムという選手とやってるんですよ。この一戦がね、まさにね、その必要性を感じているような戦い方なんです。非常にうまいですよ。東隆さんはさばきがさばいてるって感じなんですね。で、勢い余って投げちゃったりとかいう点も多々あるんで、この辺りからね、投げの有効性であるとか、その辺りを感じたんじゃないかなと思ったんですね。非常にうまくさばいてます。ぜひね、これご覧になってください。これもリンクを貼っておきます。で、東隆さんは人間機関車と言われたんですよ。人間機関車というと、陸上を好きな方はね、ご存知であるようにですね、エミール・ダトベックという陸上の選手がおられました。この方がね、陸上三冠王の選手でね、金メダルをオリンピックでも獲得した選手なんですが、あの選手が顔を歪みながら、喘ぎながら走るところからね、人間機関車って名前が付けられたんです、ダトベック選手。で、それと同じように東隆さんにも人間機関車という名前が、異名が付けられたんです。で、彼は、下段蹴りが得意だった、要はローキックね、これが得意だったことから、人間機関車という名前が付けられたようなんですけども、その人間機関車というね、異名を付けられた東隆さんでございます。私から言うとね、北斗の拳かなと思うんですね。あの北斗記というね、タイトルを掲げまして大会をやりましたね。東さんは東北出身の方ですからね、北斗記というね、そういった名称を付けられたみたいなんですけど、私からすると北斗の拳の勇者、天に召せられるみたいなイメージかな、そんな感じなんですよね。私にとってもなんとなく近い存在のように感じるんですよ。で、その大道塾から出た、有名選手とするとですね、先ほどの西さんもそうなんですけれども、西さんはその後話術研修会をね、創設されましたよね。で、多くの弟子たちが世に出ておられます。一番顕著に活躍したのはセーブシュートではないでしょうかね。K1 でスーパーヘビー級のチャンピオンになったりですね、グローリーの世界ヘビー級チャンピオンになったり、でも大活躍ね、プライドのリングにも上がりました。本当に大きい選手ね、212センチぐらいあるのかな、大きな選手だったんですが、非常に器用に、空手技を使いましてですね、打撃の頂点に君臨した、あの選手がこの大道塾の出身でございます。ですからね、非常にその東さんの意思を継いでですね、頑張ってた選手の一人ではないかなというふうに思っております。
で、まあ、繰り返しになりますけれども、顔面への攻撃とかね、当時拒否審には極審にはなかった点ですよね。で、東さんは、あれですね、格闘技のナンバーワン、ね、を相撲だと思ってたっていうね、そんな説がありますよね。相撲って2番目がレスリング、重量級のレスリングではないかというね、そんな話があった中で、やはり、組系のこの必要性というのを解いて、後々ね、締め技というのも組み入れましたよね。ですから、組技でしょ、それから締め技、関節技、こういったものを駆使して大道地区を作ったんです。今のまあ総合の走りみたいなもんですよね。まあ、猪木さんが作ってですね、異種格闘技戦から、そしてまた大道地区ができて、そしてまた今の総合格闘技のというまあ流れができてるんじゃないかなというふうに思います。その大道地区はまあ空手と、そして柔道のハイブリッドというふうにね、掲げてますんでね、まあ両者のいい点をとにかく融合して作り上げた大道塾というね、団体ではなかろうかなというふうに思ってます。非常にね、素晴らしい方でですね、向上心あふれる方だったんですが、まだまだお若いの、71ですかね、まだまだお若いのにというね、そんな感じがありました。本当に残念ではありませんがね、その意思は、必ずですね、弟子たちが継いでくれるものと思われます。斉藤先生とで縁があった東隆さんでございますが、今頃天国でね、斉藤先生と再会してるんじゃないかななんてね、いうふうに思ってますので、まあ、今後の大道塾の発展も期待しております。今回はですね、北斗の拳、東隆さん、天に召されるということで、東隆さんを忍んでというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご覧を元気ですか。元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー